ポイカツしてますか ?TikTok ライトしてますかはい、えー。こん、この動画はですね、僕が TikTok ライトでポイカツをして13万1600円貯めた方法について解説していきます。で、まずね、TikTok ライトやってませんよっていう場合は、この YouTube の概要欄に紹介リンク入れておきますので、その紹介リンクをタップするとこういう画面出てきます。で、2000円獲得しな、2000円もらいつつ新規で登録できますので、ぜひこの機会にやってみてください。ただ、 えっと、ダウンロードしただけだとダメなので、えー、このアカウントを登録して2 0時間に報酬を受け取るっていうのをタップした報酬を表示させてやってください。これ、まあ、ステップ通り書いてあるので、この通りにやってください。で、あとはね、タスクを完了すると1300円もらえますよっていうことも書いてありますけども、えー、この、ここのログインするといろんなタスクがあります。で、それ完了するとね、プラス1300円もらえますよって話なんですけど、ただ、 これだけだと、まあ、まあ、マックスこれだと3300円で終わりじゃないですか。で、今回13万なんで、どうやって僕がね、13万1600円貯めたかっていうと、えー、この機能を使っています。ティクトクライトっていうのは友達紹介制度がありまして、で、まあ、僕自身も今こうやって紹介してるんですけど、例えば、あなたに2000円入りますよ、ま、言ってますけども、僕自身にも2000円入ってくるんですね。うん。 で、それも大きいんですけども、リクトクライトの最大の旨みっていうのは何かっていうと、このボーナスポイントみたいなのがあります。でもこれは期間限定なんで、あの、出てこない場合もありますけどね。今現状として出てるので。で、これは、あの、このボーナスがもらえるんですよ。だからそのログインして、あ僕の紹介リンクから、えー、ダウンロードしていただきました。で、ダウンロードした後、ログインを10日間ぐらいこう連続でしていただいたりとかするタスクが完了すると、このボーナス、 これ今、レベル1で1万2000円みたいに出てますけども、これレベル2、レベル3になってくると3万とかになってきます。うん、かなり大きい金額をもらいます。で、これがね、すごいバカーンと入ってくるんですよ。うん。なんで僕は、あの、TikTok ライト始めて、まだ1ヶ月半ぐらいですかまあ8月はも,もう終わりますので、うん、もうちょっとしたら2ヶ月ぐらいになるっていう感じなんですけど、 ま、結構早く、今ぐらい溜まった理由としては、これをやってる。紹介してるからですね。なんで、早く、こう、ポイントを溜めたいということであるならば、日々のポイ活以外に、あの、紹介していくっていう作業、作業というかね、紹介をしていくっていうこともやるといいと思います。で、他のティック、他のそのポイ活アプリも紹介制度でポイントもらえますよ、みたいなのあると思うんですけども、ティクトクライトはここが違うって話ですね。ボーナスポイントもあるよ、と。 これがめちゃくちゃでかいです。ガンって入ってくるので。うん。だからその単発でこう紹介してポイントももらえるし、プラスボーナスもあるよっていう。だから稼ぎやすいって感じですね。うん。なんでまあ、この機会にね、まだ TikTok ライトやってない方はぜひやってみてはいかがでしょうか。で、この溜まったポイントっていうのは PayPay とかいろんなポイントに交換できます。で、僕の場合はもう PayPay に交換するんですけども。はい。で、あとはね、TikTok ライトのすごいところはやっぱ、 運営元が売り上げが世界一だと思います。はい。で、どれぐらい売り上,上げ上げてるかっていうと、ね、えっ、ー、と、TikTok は月間290億円、えー、15かける連続上げてますと。で、今 YouTube 超えてます。これぐらい売り上,上げ上げてます。で、これだけ売り上,上,げ上,げ上げてるので、まあ、ほぼ結構毎回キャンペーンやってます。で、キャンペーンやってるので、このキャンペーンに先駆けて紹介もしやすいですし、 で、あとはまあ、キャンペーン中はタスクの報酬ね、ここに書いてある通り、その日々のポイ活の報酬も上がるので、これね、キャンペーン年に1回しかやってませんよってわけじゃなくて、本当に1ヶ月に3回とかやってます。2回とか。キャンペーン終わったら次キャンペーン、キャンペーン終わったら次キャンペーンみたいな。<laughs> いや、本当すごいです。キャンペーンラッシュです。で、この友達紹介なんですけど、今現状としてはこの TikTok ライトがあんまりインストールされてる人がいないんですよ。 本家のアプリはインストールしてるけども、TikTok Lite はインストールしてませんっていう人が多いので、まだ出て1年ぐらいですからね。で、この友達紹介制度をやるんであるならば、今が一番チャンスです。これが3年後、4年後、5年後になってくると、TikTok Lite もみんな入れてますよってなってきちゃうので、そうすると紹介しても新規で獲得しづらくなってくるので、やるんだったらもう今すぐです。マジで。この機能を使って早く行きたいんだったら、今すぐやるべきです。で、今すぐ紹介していくってことですね。 これ、遅れると、どん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 もう新規獲得できなくなってきますからね。うん。はい。ということで、短期的に大きいね、報酬を得たいっていう、大きいポイントを得たいっていう場合は、あこの TikTok Lite の紹介制度をぜひやってみてください。ただ、この紹介制度をやるためには、ご自身の TikTok Lite のアカウントないとダメですので、あの、このね、アプリインストールしてないとダメですので。で、アプリインストールするとこういうの出てくると思うんで、これで、えー、やれるということでございます。 で、これは、あの、まあ、あと案内するときにタスク一緒にか、まあ、いろんな案内の仕方してる人いるんですけど、一緒にそのタスクか、完了しましょうみたいな感じでね。あの、インスト、新規でインストールしたらもらえるよ以外もタスク完了させましょうみたいなとこまで言って案内してる人もいますし、まあ、僕の場合は動画の数が多いので、そこはあんまり強く押してないですよね。ただま、大体結構な割合でログインしていく、タスク完了してくれる人が結構多かったりします。 うん。で、僕は多分ね、何回、2、2万とか3万ぐらいのボーナスポイントを3回、3回か、2回ぐらいもらったかな。はい、でバーンっていったんですけど。うん。まあ、だから僕は一応この、なんだ、TikTok ライトのこのポイ活で100万を今目指してます。まず、とりあえず30万目指して、今度100万ですね。だからこの数字を100万にしたいなってで、結構ね、この数字を、こんなエビデンスですよね。この数字を、うーん。 増やしてる人が少ないんですよ。あの、別に変、まあ変換しちゃうからね。<laughs> 僕はすみません。変換せずにこうやって。だからポイントとしては、やっぱ、あの、紹介するときに、その自分のエビデンス、結果を出した方が、まあ、パンチがあるので、まあ、変換したいところだけども、変換せずに紹介をして稼ぐっていうことであるならば、これはググッとこらえて、 この変換をぐぐっとこらえて、このエビデンスを貯めていくと。で、これを武器にして、これぐらい貯めた方法みたいな感じでご紹介していくと、まあ、コンバージョン制約率は非常に高くなってくるんじゃないかなと思います。で、多くの人は結構紹介してる人は、このエビデンスが少ないところがあるので、ただこれがどんどん増えれば、やっぱ、んおってなりますよね。例えばこれが30万になりました、100万になりましたってなったら、どうですかそんなに稼げんのみたいになるじゃないですか。 当たり前ですけど。でもこのエビデンスの証拠画像が、なんか10円ですとか20円の人でやってる人いるんですけど、ちょっとなんかイメージわかんないですよね。<laughs> でも本当ね、これね、マジで稼ぎやすいので、これやった今、やった方がいいっすよ。うん。今がチャンスですね。で、あとは、まあ、TikTok ライトさん、非常にもう売り上げもすごい上げてるので、あの、しかも認知度も高いです。TikTok を今知らないよっていう人いないと思います。 怪しくないですよね。まあ、怪し、うんどうなんだろう。まあまあまあ、その <laughs>、その、無名じゃないですよね。認知は、市民権は TikTok 獲得してるので。うん、だから紹介もしやすいと思いますし。 うん、あとはまあ僕はビジネス的にもそのリサーチですよね今 TikTok 世界的にまあもう YouTube を抜いてこれだけの売り上げ作ってていろんな発信の仕方をしてるのでまあリス TikTok をリサーチするっていうそのマーケティングの一つの素材としてもまあポイカツしながら市場の動きっていうのを把握できたりとかするので一石何鳥にもなるかなと思いますねうんはい ということで、ぜひやってみてください。この YouTube の概要欄にリンクを貼っときますので、リンクをタップするとこういうページ出てくると思います。で、そこから参加するということで、参加してみてください。はい。では、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。